番組でも伺いましたけれども、はい、カンペがこう有効というふうにおっしゃっていましたよね。声を出すことと、それから、まあ、音読でもいいんですけども、はい、歌を歌うことはですね、非常に喉を鍛えられますので、とってもいいことですので、ぜひやっていただきたいと思います。先生、カラオケでおすすめの曲はありますか？あります。カラオケでね、好きな歌歌っていいんじゃないの？いいんですけど、例えば、あの頃は、歌いとかいうのがありますよね。